ワクワクトークスペシャル、はい、カラフルパーティー、はい、ありがとうございます。今回なんとゲストが来てますよ。ハセシンって呼んでいただいてるんですけど、ハセシンのままでいいのかな。はい、長谷川シンと申します。よろしくお願いします。はい、ポジェスタイルの長谷川シンさんにお越しいただきました、はい、で一応今年の運気は6で愛の年なので、うん、今年ってのはもう12月うんとね、6月がお誕生日なので来年の6月の2日前後ぐらいまで。じゃあまだちょっと愛に行って、うそうで誕生日迎えたらまた次自分をどうしようかなっていう探求に入る予定ですね、じゃあ来年の夏ぐらいにちょっとって感じですか、うん、そうですね、うん、あの愛の年っていうのも実は結構難しくて人によってもう全然違っちゃうんですよ。他者へ愛をこう、うん、他者と愛を育む年っていう人もいれば、うん、セルフラブで自分を他者と愛を育むってすごいいいことですね。永遠のテーマですよ。どっちを大事にしようかね今はみたいな。そう、うん、なるほどね。ちゃんといたわり、うん、自分を愛する年なのか、まあ、ご家族だったり兄弟だったり友人だったり恋人だったりっていろいろその自分を取り囲む誰かへの愛っていう場合もあれば、それによって人によってその感じ方捉え方がかなり変わる愛の年なので、でもここから先を見たいっておっしゃってたので気になりますね。それはでもシンさん全体的にゾロ目が来ないんですよ。あ、じゃあ過去10年と向こう10年を見てるんですけど、うん、ゾロ目が来ないので比較的安定してる運気で流れていきそう。嬉しい、それは、です、うんうん、喜んでいいのかな。でも安定ってね、なんかこう波乱万丈な方がなんかかっこいい。あ、ロックが出てきた。急にロック求め始めちゃった。ちょっとパンク目なロックが出てきたよ。シャウトしちゃうよ。安定を求めてるわけではないけど安定してた方がいいですよね。安定してるからこそ波乱万丈になんかこう行こうと思えるっていうか。ちょっとカード引く前さ、新しくなんかやろうと してることあります？今もすでにあります。あ、最初もそれ気になってんのよ。あるんですよ。だってもうカラーに出てるんだ。あ、出てる。はい、このスプリンググリーン、未来ね、これ。そうそう、スプリンググリーンっていうのが、うん、あの新しいこと始めるスタートの色なんですよ。そう、これとね5番イコールなんですよね。若く咲えるっていうかね。若く咲える。そうだからなんかもうやろうとしてることがあるから、うん、この先どうなるかが見たいのかなって思って。あ、すごい鋭いですね。やっぱ占いって怖くなっていた。ちょっと言えないことは言わなくてもいいんですけど、でも全然言ってもらってもいいですよみたいな。どっちでもいいよ。どっちでもいいんで。でもすごく努力がいる、うんうん、チャレンジでもあるのかなっていうのも感じてて、それはゴールドを選んでるから、うん、金ってそのまま置いといても、うん、ただ袖で金でしかないし、やっぱ磨いて美しい状態になるから価値が出るっていうのがあるんですよね、うんうん、でそれは、それを始めることでちゃんと対価を得て生活を充実させるっていう見方もできるんですけど、何にしても新しいことやるのに対して努力っていうのをちゃんと自分でセットで出してらっしゃるんで、なんかそこに向けてのメッセージでレイジーが見てもらうといいかな。そうね。あ、でも一旦なんかどうですか、うん、ここまでなんか割と前半戦って感じだけど。いや、もう怖いっすね。怖い怖い。どっちでもいいよ、怖い。何が怖いだろう。いやいや、もうなんかこう、そんなんわかるんだ、みたいな。なんか。ああ、ちょっと思い当たる節がある。とか、うん。うん、なんかその、そうですね。あとそのなんか、うん、調和があるとかっていうのは、ちょっと意外だったですね。うん、意外なのがこの11番のところか、うん、でバンドで4番が出てきたからね。多分ね、言われたことないですね。そこのところと、うん、さっきのそのついてないって部分が、うん、多分ね繋がると思うんで、タロットで、うんうんうん、ちょっと千秋ほら仕事しよう。ちょっと千秋ちゃん猫アレルギーじゃないよね。千秋猫大好きですよ。よかった、うん、そうそう、だからねちょっと調和は結構多分意外だったです。なんかでも長谷川だけですとか、うん、長谷川だけ残りなさいとか、長谷川だけ帰りなさいとかって言われてる子供だったから、あんまり調和ってこう意外だったですね。でもその、うん、
自ら命を絶つ選択をする人を一人でもなくしたいっていうのって、それはすごく社会とその個人のその調和とか受け入れる環境とそこにトライするご本人の思いみたいなのがやっぱり溶け合っていく感じがないと多分結構難しいと思ってて、なんかそこって11でもあるし4番でもあると思うんですよ。そうそうそう、安定させるところと、安定させていくところ、育んでいくも4番なので、そうだから割とちゃんと紐づくものではある感じしていて、あ、でもそのなんかさ、そういうことをさ、そのなんか受け入れるっていうかさ、その授業するみたいなので、すごく思うことがあって、これ結構いろんなとこでも話してるんですけど、なんか何年か前に台風があって、でなんかそのみんな避難所に行くじゃないですか。したらなんか東京のある区で、そのなんかホームレスの人がその避難所に行ったら、なんかみんな怖がっちゃうから、なんか入んないでくださいってなったんですって。ホームレスの、ちょっと何ですかね、こう、不衛生な形で、来ないでくださいってなったっていうのをニュースでやってたんですよ。で、まあ、その件は、まあまあ、そういうことがあったんだっていうことでちょっと今置いときますけど、その時に、ニュースのそのアナウンサーが、なんかその、地域の住民を、要するにホームレスの方も含めて、どうやって受け入れていくか、これからの課題ですねって言ったんですよ、そのアナウンサーが。で、僕は、はって思って。自分なんか受け入れる側やと思ってるんやって思ったんですよ。しかもちょっと他人事な感じ。そう、なんかさ、ね、じゃあアナウンサーの人は、じゃあ自分が避難所行ったら自分は入れてもらえると思ってるから、なんか受け入れる、なんかどうやって受け入れたらいいか考えたいって言ってるわけじゃないですか。でもどんな人も受け入れてもらえないかもしれないじゃないですか。わかりますか？例えば、体不自由だからダメですとか、ペット連れてるからダメですとか、もうなんか、例えばさ、本当に大きな災害でもう避難所どんどん足りなくなったら、どんどん排除される人増えると思うんですよ。例えばもう納税額少ないから入りませんとかさ、なっていきますよ。姉妹にはね。だから、なんか、どうやって受け入れるか、なんか考えなきゃいけないですねっていうのは、なんか、受け入れる側だと思ってるっていう、なんかちょっと、傲慢さって言ったらですけど。そうね。なんか、どうやったらみんな入れるかって言い方をするよね。そうそうそう。なんかちょっと確かにね、向こうからあっちを見るみたいなね。そう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 。確かに。じゃあ、アナウンサーの人も、じゃあ、テレビ出てて、なんか人が騒ぐから入れませんってなったらどうするって、例えば。だから、ちょっとなんか受け入れるっていう言葉の、なんか、なんていうか、デリケートさっていうか、なんかちょっと、なんていうのかな、すごく難しい問題だなっていうのはすごく日々思いますね。やっぱりこの1枚のカードでもこっちを見るのかこっちを見るのかで捉え方が変わるから、やっぱりそんなつもりなく言った言葉が狂気になってしまったりすることもあるっていうのをなんかすごく体感するエピソードですよね。そうそう、だからまあ僕のケースで言えば自死遺族の問題の本出してるんで、そういうことを話す機会があるんですけど、やっぱりなんていうのかな、立場によって全然思いが違うんですよね。まあ、例えば、まあ、自死遺族っていう言葉で言うけど、僕らはメンバーなくしてるんで、親族じゃないんで、自死遺族っていうとこからもこぼれちゃうんですよ。すると結局なんか知る権利だったりとか、いろんな、そういうものからもこぼれちゃって。でもバンドの、じゃあメンバーだからっていうので、なんとなくざっくりした感じかもしれないけど、じゃあ例えば、配偶者を亡くした方だったら、これもう大変なことじゃないですか。でも例えば、婚約者を亡くしたんだったらどう？恋人を亡くしたんだったらどう？って言ったら、それと同じはずなのに、なんか、配偶者亡くした重みと、なんか、恋人亡くした人のなんかちょっと違うんですよ、自死遺族の中でも。やっぱりなんかちょっと見られ方とかも。僕らはまあバンドなんで、まあバンドのイメージ、みんながみんなバンド好きなわけじゃないから、なんかバンドに偏見を持ってる人もいます。やっぱ、なんか、まあ、昭和みたいにバンドやってるから不良だっていう人は令和にはいないけど、でもやっぱなんかまあ、わかりやすい言葉で言えば、なんか、バンドやってる人って自殺する人多いよね、とか、バンドやってっからそんなことなんだよ、みたいなことを言う人もいるんで、やっぱその需要っていうか、受け入れるっていう、どっちもね、こっちがそういう世間の声を受け入れられるかっていうのもあるけど、世間の人たちが、まあ今、ね、年間何万人も亡くなってるような時代だけど、自殺者が多いっていう問題を、どういうふうに、
なんか受け止めてくれてんのかなっていうのがすごく興味あります。でも4番のその、ドジェスタイルの使命4番は、なんか分かったかも。あの、伝統を作るっていうのも実は4番の意味なんですよ。歴史を守るとか、伝統を新しくこう作っていくとかも意味があるんですよ。だからその、ロックやってるからこうとかじゃなくて、こうだよね、みたいなところとか、なんかこういうことが当たり前じゃなくて、これからのルールってこうだよね、とか、なんかそういうところを、なんかそのロジェスタイルを通じてとか、その自分の活動の中で伝えていくみたいなところに紐づいてのわざわざ読むなのかもしれないです。ああ、ちょっと、ほんと怖いな、なんかちょっと。でもね、そうなの、なんか、ね、根付かせるまで言ってるから読んで、だから私もそれは思ってたのよ。その、ロゼスタイル、こうですじゃなくて、それをもう定着させるまでって11番だから。で、なおかつ4もそうなんですよ。やっぱり結局、さっきの新しいこと始めようと思ってませんかはさっきデイジーが言ってくれたみたいに、若葉みたいな、新芽の状態なんですけど、これ4番も緑、植物の緑、まあ、いわばこっちの方の緑。はいはい、これね、こういう方、でもこれってもう本当になんか代々木公園にバサバサ立ってるああいう幹の太い木みたいな、それぐらい根っこもしっかり張って、ちょっとやそっとの台風や風じゃ倒れないような定着をしてるじゃないですか、大地に対して。そこまで持ってくんですよね、4番。だから多分そこに紐づいてるんじゃないかな、このロゼスタイルの存在とか。あり方みたいなところ。作りたいとか、そうある社会につなげていくとか。それは思います。あの、その、バンドのことからは離れちゃうけど、あの、僕野球も好きなんで、すごい野球のなんか情報っていうかニュースとかすごい気になるんですけど、なんか今年とか結構高校野球が、なんかこう、坊主じゃない学校が勝ったりとか、で僕結構なんかそういうのって、なんか保守的なのかなんかわかんないけど、あんまりそういうの好きじゃなかった。嫌だった。どっちかというと、いや、坊主にして水飲むなって。ロックロックロック入れたよ。って思ってたんですよ。で、自分もそうやってやってきて、あの、なんていうのかな。それで良かったこともあるから、結構なんかその坊主とかも結局その、坊主にさせられるっていうことじゃなくて、なんかその坊主にして、これだけ野球に打ち込んでるんだっていうことが大事なんですよ。それってやっぱ自分をなんか高めることにも絶対つながると思ってたんですけど、まあそういう時代じゃないのかなみたいな。なんか僕、それこそまあその、まあ音楽やってて、まあそれこそまあ芸能もね、お仕事もされてるから、あの、そういう話で言うとすると、まあ、結構オーディションとか受けに行くとき気合い入れていくじゃないですか。僕、真冬でも、水かぶってから行ってたんですよ、オーディションとか。いいね。もうあの、お相撲さんみたいにかぶって、もう、だからオーディションの会場行っても、いやいや、ここにいる、誰よりも俺気合入ってるから、そうそうね、別にそれで落ちてもどうぞっていう感じで、もうなんかこう、準備万端で、なんか、いけるっていうか、そう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 。だからその水かぶるのと坊主にするのは僕は一緒だと思ってたから、坊主にしろ相手チームより、坊主が、長かったら負けるって言われた時代に育ってるから。そんなあったんだ。そうです、そうです。野球部で、ね、そう、野球部で、あの、試合終わってから、あの、なんか、ま、いろいろこう、ミーティングとかあるじゃないですか。今日何で負けたか分かるかっつって、あっちの相手チーム見てみろっつって、あっちの方が坊主短いだろみたいな。あ、でも言ってた、7ミリは坊主じゃねえみたいに言ってた友達も。そう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 。だから、そうそう、そういうなんか、なんか、で、結構、なんかそういう水かぶっていくタイプだったから、なんか、いや、坊主にしろよ、みたいな。水飲むなよって思ってたけど、なんかそこを変えることで、その、変わることもあるんだ。その歴史っていうか、そのさっきに言う、その伝統が変わっていくんだなっていうのは、今年の夏の高校野球を見て、思いましたね。守るも育てるもテーマなんで、4番は。大事なところはしっかり残して、でも時代の背景や、まあ、完全に抱っこ。いや、でもね、残していくものは残していくっていう。あ、そうだからね。あ、ごめんなさい。叩きたかったよね。ごめんなさい。ちょっと一回どうぞ見てみようかね。いきますよ。はせしえ。双子座。はい。おっ整いましたよ、私。私、この一年間、デイジーと一緒にやってた中で、過去一なりが良かった気がする。もうめくれた。あー、見て、十の騒動。もう終わり。苦しみ終わり。本当ですか、はい。
しかもね、うん、終わりだ、よかった、嬉しいな。もう一個めくれたの、二枚めくれてました今。そんなことあるんですか。あ、それ二枚めくれました。いろんなパターンで今回二枚めくれたんですけど、星座何座でしたっけ。双子座です。ね、双子座でしょ。タロットカードで双子座を指すカードがあるんですよ。へえ、あ、そうなんだ。恋人が出ました、ラバーズ。へえ、恋人。ラバーズってカード、恋人のカード、これ出会ってるカード、うん、天使がいて、まあ二人。そうそう、うん、まああの二匹が出会うと、ね、うん、そう、男性星座、女性座が出会うと、うんうんうん、あなたちょっと、これレアカードでしかも自分の星座出してきちゃうのね。へえ。出上げだわ、私。あんまり出ないもんなのか。いや、そもそも78枚あってさ、1枚しかないのに、自分の星座のカード出す。そうね、78枚って言ったらね。なんなら、あの、私も含めて出してくれたのかもしれないけど。なるほど。しょっぱなからこれくれたからね。すごい。私はでも、あの、これでおしまいみたいなところが、すごく、わーって思ったかな。なんか、今日ここに、うん、来て、生産するんだなって思った。そう、ここに全部ゴミ出してけばいい。うん。大丈夫です。ちゃんとあの、許可するんで、私。なるほど。でも、それはそう思った。なんか、その、どんなこと、例えば、結果、なんか、悪い占いが出ても、なんか、すっきりして帰るんだろうなっていう、なんか気持ちでは来ました、今日。でこういろんな方が見てると思うんで、うん、タロットランナー氏の方も見てると思うんですけど、うんうん、あくまで私スタイルで見ると、うんうん、まあね、この今日ハセシンに私がこのラーバーズを出したってことが大事。その、うん、恋人のカードの意味がどうこうとかじゃないのよ、うんうん、これなんか出会いとかさ、うん、あの心と体があったら統一するとかなんかよく統合とかいろいろ言われるんだけど、うん、陰と陽をね、うん、統合するとか言われてるけど、うん、そんなんじゃなくてこの人にこれが出るってことが大事じゃない。だから、この人にこれを引いてるのがデイジーということの意味がある。双子座が双子座出しちゃったの。大事だと思わない。初めて引いてさ。ね、だからもう、ハセシンはハセシンのままでいけって言ってんの、宇宙が。マジか、そうか。そう。行くか、じゃあ。だからさ、あの、こういろいろ言っといてなんですけど、別にさ、あのね、あの、ローズカラーがさ、うん、あの、若葉色がどうとかじゃなくて、うん、俺は俺で行くんでしょって言ってるよ、宇宙がもう。うん。うん、それは俺も言ってる。でしょ、うん、いい意味でさ。俺も言ってる。いい意味で、こうね、うん、あの、吸う人タロットで占いしてもらったけど、うんうんうん、でもやっぱり自分は自分で行くじゃん。そうそう。いるもん、これが。うん。だから、ある意味そういう意味でお手上げよ。もう、外しは外しのままでいいんだよって。行っちゃいますじゃん。行っちゃうよ。なんかやっちゃうよ。行っちゃうよ。イェーイ。そう、だからね、これ、あの、これ、苦しみが終わる、うん、夜明けのカードなんだけど、10の相当、うん。夜明けカード来ましたよ、皆さん。昨日のその水ぶっけられたそう、ラッキーだと思えばよくない。そんな話ないじゃん。ないね。エピソード1個いただきました。そう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 、ありがとう。そうそうそう。だからもう、昨日、びっしょびしょになって、うん、これ明日の収録で話そうと思う。そうそうそう、マジで。だから言うことないよ。これが揃ってるからさ、言うことないと思う。うん。うんうんうん、だって全部そうだよね。なんかさ、うん、不幸なこと起きるけどだしも、うんうん、え、なんでそんな振られ方すんのとか、うん、え、なんでこんなガチャポンの人生のとか思うけど、でも逆を言うとそんな人いないわけよ。うんうん、しゃべればいいじゃん、みたいな。ネタにすればいいじゃん、みたいな。ね。それは思いますね。歌にしちゃえばいいじゃん、みたいな。うん、そう。だからね、うん、ラッキーだよね。ラッキーかな。だよね。ラッキーじゃない。いや、まあ、あの日のままさ、オラオラって言ってた。あ、まあまあ、そうですね。あの、まあ、稀だよ、レアだよね。うん、レアレア。自分で選んできたんだよ、この人生。まあね、そう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 。それ選んできた、あの、自覚はあります。ほら、もう。うんうんうん。